常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらぜひね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ロシア・ウクライナ戦争開戦当初からね、言われている核兵器の使用というリスクについてね、究極のまとめが出ました。これ MSN のね、ニュースサイトに出てたんですけれども、デイリーダイジェストというね、ところが書いてるんです。これなんかね、スペインのメディアみたいなんですけどね、なかなかいいまとめだったんでご紹介したいなと思います。皆さんもうお分かりですよね。プーチン大統領ね、当初から核による恫喝っていうのを、ね、何度も行ってきましたよね。でも結局撃ててないです。なんで撃てないのかと。逆にね、ロシアのほら、いわゆる軍事ブロガーとかロシアンネトウヨはさ、プーチン核使えとかって吹き上がってるんですけど、なんで使わねえのかということで、これまでいろんな人がね、いろんな意見をくれました。例えば渡辺陸将ね、もしこれ使えばロシアにとってネガティブなインパクト半端ないので、もし一発でも使われたら NATO がね、全力でロシアを攻撃することになって、もうロシアの敗北は確定的になるだろうというようなことをおっしゃってましたが、それ以外にもですね、驚きの理由があるということで、これちょっと私もびっくりしたんでね、ぜひ皆さんと共有したいなということで、このね、デイリーダイジェストの記事読みたいんですけど、ヘッドラインはこう書いてあります。ロシアはウクライナで核兵器を使わない？その驚きの理由ということでですね、冒頭からすごいんですけれども、まずですね、動作しない可能性が、動作しない可能性があるらしいです。これ何かというとね、今回のウクライナ侵攻によって明らかになったのは、ロシア軍の装備や練度がかなり不十分なものであり、ソ連崩壊以降に西側諸国の専門家が想定しているような水準には到底到達してないということだということで、もう軍隊が崩壊寸前ですと言った内容がこの後続いています。ロシア軍のですね、戦争遂行能力が低いというのはね、もう皆さんお分かりですよね。開戦からかれこれ11ヶ月経ちましたけれども、未だに戦略目標は全く達成してないです。今ね、プーチンがね、3月までにね、ドンバスとルハンシク完全に抑えろみたいな、また無茶な命令を出してですね、ゾンビアタックでボコボコにされてますけどね、まだ30万人突っ込むんですかね、これもうそのうち反乱大きいんじゃないかと思うんですけれども、極めて稚拙なね、作戦ですよね。もともとだって大隊戦術軍っていうさ、ね、BTG って言いますけどね、機甲部隊とかね、砲兵部隊とか、歩兵とか、ヘリコプターとかまで全部組み合わせて、巧みな戦術で攻めてくる、ハイブリッド王のね、もう一番最先端にいるのがロシアみたいなね、クリミア侵攻のような見事なね、早業をやるっていうふうに期待されていたんですけれども、開戦当初でボコボコにされて、精鋭もほとんど失い、今何やってるかといえば、ゾンビアタックですよね。海軍の精鋭部隊、海兵隊ね、ロシアのね。これもゾンビ要員みたいな感じで送られて、ほぼ全滅してね、昨日の動画では5000人の方が戦死したというようなね、情報もこれ、公開情報で出てるということを申し上げましたけれども、極めて今、稚拙なね、作戦で、ウクライナ軍にね、襲いかかってるわけですけれども、ものすごい犠牲を出しながら、戦果はちょろっとしか取れていないと。こういう状況ですね、このデイリーダイジェストはね、開戦から11ヶ月で分かったのは、ここ20年ほどは装備の保管や、保守も録音されていなかったということだと。タイヤがパンクしてるとか、AK-47 が整備不良とかね。こういうの見てると、核兵器も例外じゃないんじゃないというふうに言ってます。これもそうだな、というふうに思いますね。最大のポイントはね、この次なんですよ。これね、私もね、意外だったんですけどね。意外だというかね、盲点だったんですけどね。こんなふうに書いてます。核兵器の保守は難しいということで、そうなんです。核兵器のメンテって結構大変なんですよ。皆さん覚えてるかどうかわかりませんけど、ソ連が崩壊した時にウクライナには核兵器がありました。これ取っとけばよかったじゃんって人結構いっぱいいたんですけど、これ取っておけなかった理由があるんです。それがまさにこれね、核兵器のね、メンテナンスは難しいんです。さらに言うと、核兵器のメンテナンスにはめちゃめちゃ金がかかるんですよ。ウクライナはですね、ソ連邦崩壊してソ連から離れましたけれども、その時にですね、核兵器あったんです。ICBM とかもあったんですよ、ウクライナに。こういうものをですね、保持しておければよかったんでしょうけど、結局ね、保持するためにめっちゃ金かかるわけですよ。しかもロシアから専門家呼んでこないと、ロシアの旧式のシステムなんでね、なかなかメンテが苦しいと、金も払えんということで、最終的にですね、もういいですと、核兵器いらないから経済援助してと、それから我々の独立も認めてと、ロシアにもそう言って、ロシアもうんって言ったんですよ。言ったのにね、ウクライナって国じゃねえって今攻めてきてる時点でもうとんでもない約束破りでね、もう本当にポツダム宣言ね、受諾8日前にね、いきなり宣戦布告してきたね、黒歴史がね、思い出されますけれども、それに近いことやってるわけですけど、ウクライナがだからその核兵器を保持できなかったのもまさにこれが理由なわけです。メンテナンスにすごい費用がかかると。この記事によるとね、アメリカはですね、核兵器のメンテナンスにね、442億ドル。2021年ですよ。一昨年ね、442億ドルも使ったらしいです。日本円で言ったらいくらこれ ?5 兆円ぐらいか。軽く5兆円ぐらい使ってるみたいですね。すごいですね。日本の今の国防予算と同じ金額核兵器のメンテに使ってるっていうことですよね。すげえな、アメリカ。一方、ロシアはですね、たった86億ドルしか使っていないと。だいたい5分の1ですね。あれ、でもロシアの核弾頭の数ってアメリカよりも多いんじゃなかったでしたっけ?それなのにアメリカの5分の1の予算しか使ってないって。大丈夫なんですか?核兵器腐ってねみたいな話ですよね。実はメンテしてない核兵器ってどうなるかというとですね、最悪の場合核爆発を起こす可能性があるんですよ。なのでウクライナもこれ放棄せざるを得なかったんです。
ですね。要は起爆装置のところにね、ウランとかが本当に反応を起こしやすいような感じで配置されてまして、ああいう放射性同位体の核兵器に使うようなウランっていうのは塊で、ね、ある程度の体積で置いとくだけでも反応始まっちゃって核分裂起こしちゃうっていうものですから、非常にメンテナンスが難しいし大変だし費用もかかるんですよ。それをですね、あまりかけらんないからウクライナ放棄したんであり、ロシアかけてるとしてさ、これ大丈夫なの、この5分の1のお金足りるのと、ロシア人いくら人件費安いっつってもさ、そうはいかねえんじゃねえのというふうに思いました。ちなみにですね、ロシアは今ね5977発の核弾頭を保有していて、うち1500発が配備中だというふうに BBC が伝えております。1500発のね核兵器のメンテ86億ドルで足りんのかなみたいなね感じでね、このデイリーダイジェストもですね、金額に疑問ということで次のように述べております。ロシアが保有する核弾頭はアメリカよりも格段に多い、それなのにアメリカの5分の1の金額で一体どのようにしてメンテナンスしているんだろうかということで、厳しいんじゃないかなと。さらにね、ロシアはちょっと技術的に厳しいんじゃないかということで、いろんな新型のね核兵器開発してるんですけど、実験に失敗してるというニュースも出ています。去年の9月ね、ロシアはですね新型原子力魚雷ポセイドンのねテストを行ったらしいんですけれども、失敗したそうです。さらにですね、去年の年末にもですねブラバーというですね大陸間弾道ミサイルね ICBM の発射テストをやったんですが、これねロシア政府がね公式に失敗したと認めたらしいんですよ。ということで、これ金もないしさ、技術的にもなんかちょっと厳しいし、核兵器のメンテできてねえんじゃねえの、だとしたらこれ物理的にそもそも撃てる数がものすごい限られてんじゃないのというなんか嫌な予感がしますね。ロシアほら兵器のストックだけは山のようにあってさ、戦車だって何万台ってある話でしたけど、実際に出てきたらね割とぶっ壊れてるやつが多かったじゃないですか。なんでカタログスペックはそうだけれども、実際やってみるとポンコツみたいなパターンで、核兵器もご多分に漏れずっていうことかもしれませんねということです。さらにさっきのデイリーダイジェストによるとね、ロシア国防省の広報の一応ねコメントということで、ミサイル発射の2つのステージは正常に進行したが、次の第3段階で技術的問題が生じたと。ブラバーというね ICBM のね発射実験の時に技術的問題が生じて出なかったということです。じゃあこういうのをね全部置いといてですよ、こういうの全部置いといて、仮にじゃあ核兵器が機能したとしてね、どうすんのっていう問題もこれまたあるわけです。渡辺元陸将もねずっと言ってますけれども、デイリーダイジェストにも同じようなことが書いてあって、こんなふうに言ってますね。仮に核兵器が正常に使用できたとしても、本当の問題はその先にある。核兵器は当然戦略的なゴールを達成するために使用されるわけだが、ではそれに見合ったターゲットは何だろうか。ウクライナでの戦争において核兵器を使用することに伴うネガティブな影響に見合うような重要目標は存在しないのだということですね。これはその通りですよね。大きい核兵器をね使ったらそもそも人類滅亡だし、 NATO だって黙ってないでしょ。じゃあ逆に小さい核兵器ならいいのかっていうと、結局小さい核兵器でもさ、核兵器使ったってことでやっぱりこれ西側諸国のものすごい反応が予想されるわけですよ。これ化学兵器だってそうですよ。トランプ大統領がシリアで化学兵器が使われたということで空爆しましたよね。ああいった反応が当然あるわけですよ。だとすると核兵器使うメリットっていうのは一体どこにあるのかと。ロシアっていうのは基本的に NATO を相手に戦ったら負けるんです。これはもう現実、 NATO を相手に戦ったらもう勝ち目はない。その勝ち目ないのに NATO が参戦するための口実をくれてやるようなもんですよね。核兵器の使用っていうのは、その兵器の代償に関わらずさ、どんな核兵器だって1個使えば NATO はもう全力で参戦してきますよ。前に渡辺陸将が言ってたねことをちょっと引用するとですね、もし NATO が参戦したとなれば何が起こるかというと、ロシアのですね重要な軍事拠点ね一気に空爆されて、さらに弾道ミサイルなんかで攻撃されてボッコボコにされると。場合によってはですね、もうロシア軍のね核戦力を一気にね削ぎ落とすような、そういうオペレーションが行われるのではないかということを言ってました。実際 NATO が最新式の武器を使ってですねロシアに対して攻撃をしたら、ロシアは耐えられないですよね。だって今ね、そもそもですよ、ウクライナ軍が NATO型の軍隊になる最終局面の訓練やってるわけですよ。いわゆるそのエアランドバトルのね実効性高めるような訓練を今やってて、この訓練が全部終わって兵器が揃うのが早くて5月ぐらい、場合によっては4月ぐらいまでかかると言われてるんですけど、これが来たら終わりながら、だからプーチン焦って今攻勢仕掛けてるわけでしょ。それがさ、 NATO 軍が参戦したら、そのウクライナに今渡してるのよりももっとすごい数のものが一気に来てしまうわけですよね。これは耐えられないですよね。だから核兵器使うメリットないんじゃないのということで、この件に関してですね、プーチン大統領はね、ウクライナで核兵器を使うことがないといったことをね議会で喋ってるらしいんですよね。ただ喋ってるらしいんですけど、実際のところはどうなのかと。ウクライナには使わないけどね、ヨーロッパ諸国に対して撃ってくるなんて、でももしそんなことになったら人類滅亡ですよね。さらに言うと、スタンドっていうね中距離戦略核、あれ削減交渉ってありましたけど、あれなんで削減されたかといえば、ヨーロッパとロシアが正面で撃っちゃうでしょ。そうするとヨーロッパロシアが全滅してアメリカ生き残っちゃうじゃん。ロシア負け確定なんですよ。なんてことを考えるとですね、やっぱり核兵器使えねえんじゃねえかなというふうに思いました。ということで、なかなかいい記事を提供してくれたねデイリーダイジェスト、本当ありがとうございました。スペインのメディアらしいですけどね、引き続きちょっとなんかいい記事あったら拾っていきたいなと思います。ということで、今日の内容面白いなと思った人はですね、ぜひね高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらぜひね Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。